そんなベーグル知りたくない？作り方は材料入れて混ぜるだけ。簡単なのに美味しすぎてごめん。生地はもちもちで癒されるし、丸い成形も可愛いよね。パンだけど茹でるのがポイント。美味しくなって帰ってきました。うまい。